はじめまして皆さん。明日、この木野哲太くんとね一緒に演奏するチャンダイというんですけれども、今ね前日の、前夜祭ってことで中村屋っていうねつけ麺屋さんにみんなで来ました。中村屋ね知らない人はねもうぜひねもう調べていったら、まあ、僕もね言うて2回しか行ったことないんですけど、いやこの血の哲太くんにねもう激推しされて仕方なく行くかっつって行ったらね、もう胃袋つかまれちゃってとても美味しかったですよ。明日はねその中村屋の話もねしないか。するよ。中村屋の話1時間して終わりました。中村屋の話1時間するか、みんな演奏綺麗な演奏するか、まあ、どっちがいいかちょっとちゃんと考えてから明日は臨みたいと思います。中村屋の勝ちだ。いやもうみんなね、いや行く前は僕いや中村屋の話ばっかりして本当申し訳ないんだけど、もっと明日の話しろっていう声がすごい聞こえてきそうなんだけど、最初行った時行く前は中村屋ってどんな味すんのって聞いた時に、なんか餃子のタレみたいな、とにかくしょっぱいみたいな、なんかあんまりいい話聞かなくて、そこに失礼そこに今から連れてかれるのっていう気持ちだったんだけど、実際行ってみるとね、その噛めば噛むほど口の中に旨味が、いや本当だんだん三大虫出てきた。もうなんか知ってるこの感じ。よく言うじゃないですか、テレビ番組で噛めば噛むほど旨味が広がるっていう、なんかハンバーグとかでさ口の中にジューシーでみたいな、あれがあれの実物を見たって感じ。あ、これがこれが本物の噛めば噛むほど旨味が旨味が広がるんだっていう味なんだっていうのを初めて体験できたものだったんで、鬼分かりづらい。ぜひねちょっとこんな顔してます。中村屋皆さんぜひ行ってください。あ、2分半も喋っちゃった。あ、いいね。じゃあみんな明日楽しみにしててください。バイバーイ。